人の手と、まあ、マシンとの融合、世界の中でじゃあ今何ができるかとか、時代の中で今だからできることみたいな、新しい驚きを生み出してくれるような気がしますね。この時代だからこそできる新しいアートの表現。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。デザイナー尾日向真、大学でグラフィックデザインの勉強をし、卒業後仲間と一緒にデザイン事務所を設立。そんなデザイン畑出身の彼が生み出すのは、テクノロジーを使ったまだ誰も見たことのないアート。 3D プリントを使って色彩表現を新しく開拓するっていうところを研究テーマとしてやってまして、大学でその 3D プリントの研究室みたいなところがありまして、そこで色彩っていうものをテーマに研究してみようっていうところから、見る角度によって色が変わるみたいな表現だったりとか、人の手ではこう塗り分けられないような色彩をこうコンピューテーショナルにデザインすることによって、新しいこう知覚表現みたいなものを作るっていうことをテーマに制作しています。デジタルだからこそ生み出せる全く新しい色、そんな不思議な色彩を通して鑑賞者に新たな体験を与えたい。五感を使ってなんかいかにこう知覚体験をアップデートできるかっていうところをテーマにやってるので、展示とかした時にこう右左に動いて驚いてるみたいな姿を見るのはすごい嬉しいですし、身体によってインタラクションを起こしてなんか色が変わっていくとか表情が変わっていくって生物的なんだなっていうところをそこでこう感じたんですよね。なんかそことのその対話みたいなのをなんか楽しんでもらいたいなっていうような。まるで生き物のように変化する作品と対話をしてほしい。だからこそ大切な、人には計算することのできない何か。偶然を愛するみたいなところがあって、データであったものを物理世界に翻訳してみることによって、データでは見ることができなかった表現みたいなのがそこに浮かび上がってきたりとか、それがやっぱり楽しくてしょうがないというか、あ、こうなるんだみたいになった瞬間はすごい嬉しいですし、展示して作品ですっていうふうには出すんですけど、自分の中では制作の途中というか実験の結果をこうオープンにしているに過ぎないっていうような考え方がありますね。作品作りは彼にとって常に実験の日々である。不思議な色彩と向き合い続けるデザイナー尾日向真が目指すもの、今までこう不可能とされていたものっていうか、されてなかったものを広めていくっていうところはすごく挑戦的で刺激的で、なんかそこが社会に対して何か問いかけていくような、あの創作活動の一つになってるっていうふうには思っていて、僕がやってるような新しい手法みたいなものが残っていくようになればいいなっていうふうには考えてますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト佐々木加奈子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。